皆さんおはようございます、斉藤商会の斉藤です。今日は大阪天保山の G ライオンっていう旧車を展示販売されてる博物館みたいなのがあるんですね、まあ、そこの駐車場をお借りして 360cc 限定のイベントに来させてもらってます。イベントはね、360台を全員集合っていう我がラブステップ主催でさせてもらってる 360cc のくくりのイベントです。ちょっとね、残念ながら少し天気が良くなくて始まって間なしですけど、ちょっと集まり悪い、残念ですけど、今日はここで一日楽しませてもらおうと思いますということで、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、実はあるんやけど、なかなかね、近畿ではこう 360cc くくりのイベントやってないんだよね。 あ、そうなんですか。あんまり見たことないんですけど。可愛いでいいよ。あの、これからね、はい、例えば旧車に興味のある方とか、はいはい、ちょっと乗ってみたいなとか、はい、ステップ1でいいんじゃないかなと僕は思ってます。もっと言うたらね、550とか平成元年までぐらいのネオクラシック系のね、はい、あの軽自動車なんか、とりあえず持っててもそんなに維持費がかからんっていう意味でね、うん、管理しやすいし、これからちょっと乗ってみたいなとか、チャレンジされる方にはちょうどスタートにいいんじゃないかなと思って、まあ、ちょっとその辺の車なんかも紹介しながらね、はい、会場回ってみたいなと思って。 360cc の魅力を教えてほしいです。なんでさて、可愛いよな。そうですね、そこですね。見た目がいいよね。だってこれで4人乗れんやで。どれで4人乗りですか。いや、これこのマツダクーペ、これなんかほら走りやけど、はい、360cc のね、だいたいスタートラインにほらあったような車。へえ、デザインからして斬新やん。だってもうこんな車作れへんもん。この子なんか近未来ですね。なんていう車ですか。これ三菱ミニカ、ミニカスキッパー、70年ぐらいの車やな。すごいなこれ。ディスクブレーキ風にしてやる。風ディスクブレーキではない。うん、だってほら、ここやん。シャコタン、シャコタンやね。かっこいいね、こうやってするとね。そうですね。これエンジン後ろなんですか。ここリアエンジン、タイヤすごいよね。室内はなんか魅力的な、全部作り直してあんやね。力全部作ってる感じやね。すげえ。これエンジンですか。あ、すごい。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。じゃあこりゃかっこええ。もうエンジンブロックまで磨きがすごいね。エンジンブロック、これ普通ですか。いや、全然普通じゃないです。普通じゃない。街中走ってて、たまたま見かけることないですよね、その子らは。ないね。タコスカ県見て、まあまあ見るじゃないですか、うん、人気車種で。なんかお米運んでた車みたいな感じね。え、まあ、もともとそうだよな。あ、このミニキャブなんか見ることないわな。隣はポーターキャブやな。丸いな。特徴的やね。そうですね。この子らは当たり前のようにシートベルトないですね。いや、もちろんないよ、いらんよ。昔はなんか360っていうのがスバルのイメージやった。あ、そうなんですか。代表的なね。やっぱり爆発的に売れたもんね、このスバル360とかね。高級ですか。高級路線。高級じゃ、一般大衆車。あ、そうなんですか。うん、みんながこう買いやすい、乗りやすいみたいなね。あ、まあまあ市場に出回った車ですね。そうそうそう、そこら中にあった車やな。これはなんだ、鈴木のアルト47万円。もっと前、フロンテやんな。すごい、クーラーついてる。難しいな。これはホンダ
三菱のミニカ。これは360やけど、はい、いやこれ360なんかな。で 500cc とかあったしな、中途半端な。へえ、うん。でも軽規格なんですよね。軽規格やな。大きい方のナンバーついてるからな。あ、ほんまや。あれ？これは再登録されたってことですか？いやいや違うよ。当時そんなんもあって、へえ。ステップでも黄色ナンバーはあるよ。そうなんですか。うん、昭和50年式だけは黄色ナンバー。昭和51年式はないね、もう車が。ああそうなんですか。最終のモデルだけは黄色ナンバー。黄色ナンバー。へえ。ちょうどその規格とナンバーが変わった境目の車とかがあるんだろう。そうか、だから軽自動車、この時代の軽自動車はちっちゃいナンバーなんですね。そうそう、全部ちっちゃいナンバーやわ。で乗用車は8で、はい、でバンは6なんや。あの軽自動車の中でね。そうそうそう。でこの形サイズが大きくなったけど黄色にしようってなったのが昭和51年式。50年から黄色ナンバーになったのよ。あ、多分50年からあの360の枠が550かなんかにその変わったんじゃないかな。 500cc とかの車もあったんで。 なるほど。ちょうど変わり目が50年。なるほど、うん、だから360の最後のモデルやけど黄色ナンバーになったやつとかもあるし、はい、ちょうどこの境目ぐらいの車じゃないかな、この辺。そういうことなんですね。そうか、だから時代の狭間におる車たちやから物語ってるんですね、その辺を。そうやな。だから昭和50年式ぐらいの可能性があるってことですね、この方。そうやな。でこっちが、まあ、お待たせしました、はい、ホンダの車たち。はい、まあ、軽自動車が、はい、その黄金時代の車やね、これ。あ、 N360、 これもう一世風靡しましたよね、 FF で。まあ、結局室内空間が広いし、まあ、スバルでも、まあ、RR やから室内空間は結構広く取れてたんだけどね。さらに有効なスペースが、スバル360がまず軽自動車の全盛期に生まれて、まあ、この子たちは後発組。そうやね。あ、うん、巻き返し組ですわ。あ、スバル360が独壇場やったところに切り込んだホンダの、まあ、革新的な車やな。スバル360の時代に新しく現れたコーラにしてはデザインが全然違いますね。スバル360のこのからこの方が。そうやな、丸から四角に変わったやなっていう感じしますね。これはね、あのグリルというか前の顔があのホンダのエッジの形になってるんだよな。ほんまや、ほんまや、あ、ほんまや。うん、小粋なことしてあるよね。そうですね。でも違うやつもありますよ。これはね、あのスポーツモデルです。あ、うん、まあ、いつのようにもあるのよね、うん、このスポーティーモデルっていうね。なるほど。これはまあツーリング S っていうモデルやな。ツーリング S、 スバルにもあの SS っていうモデルがあるからね。はははでも走るんだよこの N が。これもちろん 360cc だよね。もちろん 360cc やだ。あ、ほんまやな。だってこの子が、うん、折った時にこうですよ。全然フォルム違いますね。ちょうど時代の移り変わりだよね、これの一つの。あいにくの天気やし、半分ぐらいしか集まらんかったけどね。これ半分なんですか？当初予定の半分ぐらい。もっといるんですか？このイベントさ、はい、当日エントリーなの。そうなんですか？事前エントリーじゃ ないから。そうなんですか？うん、だからまあ当日キャンセルも済むな。 OK やな。行きますって言ったけど雨降ったしやめようってなる。あ、そうなんですか。これで半分って言ったら、じゃあもうフルエントリーしたらだいぶいっぱい埋まるんですか？前にやった時は全部埋まってたよ。あ、そうなんですか。うん、第何回ぐらいなんですか？ここでやるのは2回目やな。あ、そうなんですね。うん、今日でもあれないんですか、フォーセールないんですか？フォーセール、フォーセールあったと思うで。マジですか？何台か出てたと思う。やっぱで、あんにゃいくらぐらいなんやろ、相場が。もう合ってないようなもんだろ。そうなんですか。俺はもう値段つけにくいもん。100万って言われる100万やし、10万って言われる10万やし。な、うん、なんかボンネットがマセラティこれはだから、はい、N360 の派生モデルで、スポーツモデルの Z やな。ホンダ Z、 ホンダ Z、 空冷に始まって途中からライフと同じ水冷エンジンが組まれたやつや。へえ。通称水中メガネって言われちゃうな。ハッチバックのところがちょっと水中メガネみたいな形してるから。どこどこどこっすか？ほんまやセンスいいっすね。え、いや誰ともなしにつけるやろ。そうなんすか、うん、水中メガネやな、ほんまや。隣 の、 あの GSS は、あ、ほんまトップモデルやね。トップモデル、あ、これのさらに上グレード、あの一番そのなんていうのかな、スポーティーモデル。あ、そうなんですか、うん、これが ZGTL。
これだってそれなりのモデルやで。こっちが空冷のモデルです。あ、そうなんですか。これ N360 と同じ空冷エンジンが。空冷エンジン、うん、向こう側は水冷になってからです、はい、あ、でもこれ空冷の方やで。シフトの位置が、シフトの位置で判断してたんですか。空冷モデルやと思う。へー、あのシフトの位置で。そうやな、 N と同じシフトの位置がな。空冷モデルは確かあそこにスペアタイヤが入ってたんちゃうの。あ、だからこうポコってなってんや。あ、オーナーされた、うん、空冷はもう、ね、めったに見えへんからね。スペアタイヤが、あ、そこなんすか。あ、ほんまや。へぇ、なるほどなるほど。へぇ、 N はな、ボンネットの中にスペアが入るんやけど。へぇ、でこれは珍しいで、あのレジャーブイクやな、はい、当時の。ね、何ですか。なんていうの、レジャービーク。レジャービーク、ビーク。今のなんて言うたらええんかな、最初遊び車やんこれ。あ、だって布ですよ天井。うん、これバモスホンダって言って N360 の空冷エンジンを後ろに積ってる、はい、へえ、うん、これドアこれですか。ドアそれですよこれもいろいろ種類があってな、軽トラではないんやね、乗用車なんやけどな。所有者ナンバーがついてるわね。あ、6ってことですね、うん、色がすごいですね。軍用車みたいね。軍用車みたいだなと思ってて、この状態で販売されてたんですよ、ね、そうよ。後ろにエンジンがあるんですか後ろにエンジンがあるとは思えない。2人乗りと4人乗りたんで。あ、そうなんですか。うん、へー、面白かったよね今にしてみれば。前よかった。だってもうそういう車なくなってしまったもん。あ、ここもだから全部ずらっと。あ、さっきのありますやん。これは後期モデルやな、 N360 でも、はい、N3 って言って最終モデル。最終モデル、はい、あ、360の最終モデル。ちゅうか目 LED 貼ってますねあれまあその辺はね、企画もんやから変えられるかな。っていうことはその改造できる、遊ぶ余地があるんですね、このプラン。あるある、いくらでもあるよ。そうなんですね。エンジンはもうフォーミュラーカーとかにも使われたからね、馬力は結構出せるのよ。自分なりのテイスト足せへんかったら面白ないな思ったけど、案外こういうのはできんやった。いや、だからこれが未だに生き残ってるのはそういうところもあるやん。エンジン 400cc とか 450cc ぐらいまでスケールアップして、はい、ハイカム組んだりとかね、エキゾーストやキャブレター変えたり、足回りの部品でも、まあ、多少なりとも今でも売ってるし、スバルとかでそのレースモデルとかにする人は、はい、まあ、中にはいるけど今やりにくいもんね。でも N360 とかライフとかは比較的部品に恵まれてるんで。ライフどこにあるんですか。ライフはこれ、ライフ、これライフ、これ真ん中の白いやつはライフやね。あ、白いのが、ま、ライフ、うん、こっちは Z やけど。あ、そっかそっか。 Z もまあまあいますよね、そう考えたら、うん、そうやね。 Z は2ドアしかないからスポーツモデルやな、どっちかというと。あ、なるほど。でも4人乗りなんですよね。 Z 4人乗りやで。クーペって言っていいのかなクーペかもしれんな。クーペって言っていいのかわからないけど、ピラーレスやしな。へぇ、バモスも何台かいるんやね。バモスってあのバモスですか。これと一緒なんですな。これバモス。え、ちょっと待って、これバモスなんですか。バモス。え、バモスってあのバモス。名前今でも残ってるやろ。残ってますね、うん、バモスや。これ初代バモスってこと。そう、初代バモス。お前バモスって書いてある。歴史を感じるやろ。感じますし、うん、そうなってくるともうなんかシンパシーすら感じますね。あ、触れてる。売れてる？あ、この子ね。ちなみにその N3 はバンやし、これをな、だからホンダが作ってたんやな。で、これが結構売れないよ。あ、はい、荷物乗せられる軽自動車。なるほど。で、それに対抗して作ったのが今日持ってきた、ほら、俺のスバル360のカスタムっていうな、あれ無理くりバンにしたやつな。で、見たら分かるけど、はい、こいつは FF やから、はい、荷室がめちゃめちゃ広く取れんねん。なるほど。リアエンジンに後ろを大きくしても、はい、エンジンが、ね、半分以上占めてるから荷室がスペース取れへんやん。え、対抗して出したのに売れなかったの。対抗して出したっていうか、もう出さざるをえへんかったんやろな。だから当時スバル360とか N360 が、はい、もう軽自動車として世に出たやんか、はい、そしたらその派生モデルとしてさ、はい、でスポーツモデルももちろん出てきたし、はい、逆に商用車としてのその、はい、バンモデルもやっぱり需要が高まってきたからな、うん、まあ、ユーザーさんはバンはないのかっていう話やね、はい、ライトバンってやつやね。あ、ライトバン、ライトバンね、はい、ライトバンの走りや、ね、これは結構荷物が乗るよな。ほら、
この後ろのシートパターンとこう倒れるから、はあはあ、結構なスペースやんか。ところが斉藤さんの持ってるやつはカスタムに関してはもう全然後ろがもう倍ほど高さあるもんね、エンジンが乗ってんでも、ね、で FF やっぱ有利やわな、そうなの、はあはあ、なんすかこの子。これはだから2ドアバモスやね、はい、4人乗りじゃない2人乗りバモスや、まあ、トラックですか後ろ。うわ広ー。でもなんかそこ朝一方開きの上に後ろのゲートもちっちゃいからあんまり乗せられへんよね。だこれは難しいよな、やっぱりレジャービークルやろな。荷物乗せて野山に遊びに行きましょうっていう車やろな。なるほど。だ結局ねこのホンダライフっていう、はい、N360 の後継モデルや、はい、これは水冷になって、はい、エンジンも、まあ、った耐久性っていうか信頼性が増えて、だどうしても空冷ってほらヒーター効かない、オーバーヒートの問題とか、まあ、いろいろあって結局水冷のエンジンスイッチしたの。へでこれがまたバカ売れしたのよ。へもうこれ完成度高いもん、まあ、Z も水冷になる。そいつが結局派生モデルとしてこ の,、はい、この上物だけ変えたのがこのステップバンや、ライフステップバンや。これがだから我があのラブステップの主要な車やな。あこれのクラブやからね。売ってるやんこれ。えあほんまや、携帯の番号はモザイクを入れるとしても売り物やった。こういうとこで買ったら意外にリーズナブル買えるんちゃう。なるほど。これ車体ですよね、もうそのものを。いやもちろんそうやろ、お友達価格で買えるかもしれない。なるほどなるほど。何ぼいくらですかこれ。これもえこれ12万ゼロがいくちゃうまいやもうこれ売ろうかなってフィルがあったの。えこの子は120万円っていうのは言っていいやつなんですか、うん、あそうなんですか。いや売ろうってきたんやけど。あ動画の中で欲しいっていう人いたら、まあ、来てくれたらっていうことですよね、はい、だから状態が知りたい人はぜひ会場に、はい、そうやねステップはね、はい、なんて言ってこの使い勝手がええんだよ。人も乗るし荷物も乗るしな。で360の中でもやっぱり最大級のその容積率やな。斉藤さんもだって長いこと持ってますもんね、ステップバン。これも40年ぐらい乗ってる。へえ。なんかガンダムみたいなステップバンいるんですけど、バンじゃないのか、ステップトラック。いやこれはだからピックアップやね。ピックアップ、トラックにしたやつ。不思議なことでこれラブステップじゃないのよ。ステップバンではなくてライフピックアップっていう。ライフ、ああハイキャラとで言ってましたね。でも顔はステップバン。ステップバン や, いや当時はちょこちょこあのカスタムパーツ屋さんから部品も出てた。あ、うん、結構気軽にいじれる車なんですか。だから改造するのを楽しむ車やったんでな。エンジンの、まあ、チューニングも、まあ、比較的簡単できるし、スピードを出そう思ったらどんどんスピードは出るしね。パワー足せるんですか。足せるよ。へえ。俺の150キロ出んねんノーマルやったらどれぐらいなんですか。頑張って100キロぐらいは出るから。あそうなんですか。でもまあまあですね、うん、ちゃんと日常の足にも使えるしね。みんなそろそろもう売りたがってくるんちゃう。だから俺らももうなええ年になってきたからそろそろ卒業しなきゃ。そしてこれが斉藤さんのスペシャルカー。僕昔から気になったこのワイパー何なんですか。これはあのフィアット500 の, あのアバルトとかについてるレーシングタイプのワイパーを、ね、ーイメージして作ったやつや、ね、もうボロボロなり言ったなこれ。もう今久しぶりに見たらずっと屋根の、ね、下で保管してるから日の目に浴びることがあんまない。手入れしてあげないと、はい、俺のは俺の、まあ、結構特徴的やろ。そうですね。どの辺が改造されてるか教えてもらっていいですか。エンジン、ミッション、はい、足回り、ブレーキ全部、内装も一通り、ボディもカスタムっていうのがいろいろ遊べるのがこの軽乗車の特徴。そうやね、まあ、こいつのいいところがそうやね。あ乗るのも楽しいし、いじくり回すのも楽しいし、そういうもんでしょ、車遊びって。今の車が楽しくないんですよ、そういうことができないから。だから俺もな、10代とか20代前半とかに、はい、360なんか興味なかったもん、はい、やっぱりそれは排気量があるケンメリア、はい、Z で遊ぶのがいいやな、スピード出して、はい、友達にいたのよね、この360で遊んでる子たちが、はいはいはい、結構バカにしてたもん、面白いね。でも実際手に入れて自分で遊び出したらむちゃくちゃ面白い、まあ、お金も大きな車触るよりは全然かからへんし、結局ハマっちゃったね。
ほら趣味でウルトラライトプレーンっていう飛行機乗ってるやんか。で、まあ、亡くならはったんやけど、前の吉田会長っていうのが乗ってたスバル360があるのよ。結構長いこと飛行場に置いてあったりとかしてな。で俺も結構面倒見てたりとかしてたんやけどさ、ちゃんとあの車はしなへんからな。あ、これはすごいとこやな。この赤いやつ。あ、そうなんですか。うん、まあ見たことないか。僕はないですね、これ。あの受け継がれたんですか、誰かに。うん、じゃないかな。オーナーさんが今頑張って乗っていらっしゃる。そうやね。あ、オーナーさん、吉田さんのゆかりの方ですか。そうなんです。 あ、僕はあのお世話になった飛行機の。やっぱそうなんですね。あの海藤さん、そうです。はい、やっぱそうですよね。はい、懐かしいなぁ思って、元気走ってるわ思って。いや、なんかハッと見たらなんかどっかで見た車やなこれ思って。テールが特徴的やからね。あ、やっぱりそうやわと思って。あのテールは多分これ1台だって。そうやね、よかったっすわ、来た甲斐があるわ。懐かしい車に巡り合えて。ありがとうございます。まあぜひ飛行場にも縁があったら来てください。はい、ありがとうございます。テールが特徴的なんや、これ。面白いやろ。テールのこの辺が何でこまで言ってんの。クォーターテール。なんでこの子だけなんですか。これはオリジナルやからね。こっちがノーマルというか。そう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 。で、そう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 。はい、可愛いですね。その方のテイストがちゃんとこういう。うん、そうやね。まあ天気だけは残念やけど、人はみんな元気やからね。またこういう機会があればレポートしたいと思います。ちなみになんですけど、はい、このラブステップ、うん、全員集合360なんて年1回ですか。いやいや、そんなことない。多分4年に1回とかそのぐらいの感じやと思うで。そうなんですね。さっきのあの120万でステップ1、うん、打ってもいいよっていう人、次の開催まで待たなあかんですか。別にそんな線でも連絡つくから。欲しい人いたら、あのサイト紹介にもう一報を。そうやな。俺は名前も忘れちゃったけど、でもあのすぐ連絡つくわ。わかりました、うん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではまた。はい。